偏差値30から確実に青山学院大学に合格する世界史勉強法。今日はこうしたテーマでお話していきます。簡単な僕のプロフィールはこちらになります。これまで3000名の方の指導実績がありまして、特に偏差値ね、50未満の生徒さんのうち、その9割の方が60まで伸ばしたという経験があります。僕自身世界史は受験科目で使っていませんが、生徒さんの指導をさせていただく中で、どんな勉強法をどういうふうにやっていけば一番最短で成績が上がるのか、その知見は十分揃えているつもりです。今日のね、メニューはこちらになります。まず、出題傾向をね、見ていきましょう。青学がどんな傾向があるのか、ここをしっかり押さえておくことが大事です。二つ目は、具体的な方法論としまして、どうすればね、成績が上がるのか、具体的な参考書まで提示していきたいなというふうに思います。青山学院の出題傾向としまして、こちらのね、レジュメを見ていただきたいなというふうに思います。マーチの中ではね、標準的なので、特別難しいわけではないということですね。で、近代以降がね、非常に重視されるということもポイントとしてあります。で、この、青学の特色としては、やはりね、西洋史が東洋よりも、多く出題されるということですね。西洋はアメリカ、ロシア、西ヨーロッパがよく出題されますと。東洋は中国が中心ですと。国際政治経済学部などの学部でしたら、国際関係のね、出題が結構、散見されるということですね。世界大戦の後のね、話、近代、近現代、そのあたりもね、よく出題されるということがわかりますと。で、一方でね、法学部に関して言うと、こちらはもう古代から現代までね、本当によく出題されます。このあたりがね、とても出題傾向として把握すべき点として重要じゃないかなというふうに思います。で、特に、自分が受ける学部に関連したテーマっていうのは問われやすいです。例えば、経済学部系でしたら、経済史が出やすかったり、あるいは国際関係の、話はやはり国際政治経済学部でもよく出てきますし、法学部はやっぱ政治がね、やっぱ多いと。いうような傾向がありますから、そのあたりをしっかりね、押さえておくことが大事だと思います。実際の過去問をちょっと見てみましょう。これは近現代の話ですね。これも19世紀の、前半の話ですから、やっぱ近現代重視ですよね。で、これも、近現代ですよね。東洋の話ではありますが、西洋ではなく東洋ではありますが、近現代の話、やはり非常に多いですよね。こんな傾向があるということですね。じゃあ具体的なね、方法論についてお話していきたいなというふうに思いますが、私のね、YouTube 予備校という、この見ていただいた動画のチャンネルですね、の再生リストに行っていただきますと、この世界史の偏差値30から60まで上げる方法という方法のね、動画がありますが、こちらをぜひね、ご覧ください。このナンバーワンから始まる勉強法を見ていただくと、世界史どんな勉強法をしていけば成績が上がるのかというのが分かってきます。ただね、一つ一つの動画のボリュームがそれなりにあるので、手っ取り早くね、青山学院の世界史の対策が知りたいという場合は、今からお伝えする方法でやってみてください。ズバリ、青山学院に合格するための参考書はこちらになります。まずね、この漫画、世界の歴史がわかる本っていう本で、大枠をしっかりつかむ、大局をつかむ、これが何よりも大事です。漫画なんで楽しんでね、読んでいただいたらそれで構いませんが、より具体的な方法論を知りたい場合は、先ほど紹介したこのナンバーワンのね、動画、こちら見ていただくといいかなというふうに思います。で、これが終わった後は、センター試験のツボ、流れ図の攻略、世界史用語の2選で、細かな知識をね、この順番でしっかり身につけていくということが大事です。で、適宜ね、この漫画にね、戻りながら、この3つの参考書の基礎知識、深い、ね、用語知識をね、しっかり学んでいただきたいなというふうに思います。それが終わったら、この実力をつける世界史100題という Z 回の参考書、
これをやっていただいて、さらに深い知識、そして演習力を身につけていただき、最後にこの過去問で演習を行ったら、まあ、青学の世界史は十分クリアできるんじゃないかなと思います。で、最後に、それぞれの参考書の勉強法に関しましては、先ほども伝えた、この YouTube Web 校の再生リストにあるこの動画からね、わかりやすい勉強法を探すことができますが、いくつかあるので、このナンバーワンの動画を見ていただいたら、その説明欄にメニューがありますから、そこでぜひね、自分が勉強する参考書の勉強法動画を探してみてください。以上が偏差値30から確実に青山学院大学に合格する世界史の実力をつける勉強法です。あなたの成功を心から祈っています。ご視聴いただき誠にありがとうございました。